ハイパーテキストエディティングシステム IBM 2250ディスプレイコンソールブラウン大学1969年ハイパーテキストとは複数の文章を相互に関連付け結びつける仕組みであるテキストを超えるという意味からハイパーテキストと名付けられたテキスト間を結びつける参照のことをハイパーリンクという ハイパーテキストを組織化することについての限界を克服しようとするものである。ハイパーテキストによる文書は性的または動的に生成される。よってうまく作られたハイパーテキストシステムはメニューやコマンドラインなどの他のユーザーインターフェースパラダイムの能力を包含しており、それらを置き換えることができる。 クロスリフハレンスを含む性的な文書群と対話的なアプリケーションの両方を実現するのに使える。文書やアプリケーションはローカルでもインターネットのようなコンピュータネットワーク環境でも利用できる。最も有名なハイパーテキストの実装はワールドワイドウェブである。 ハイパーテキストという語は広く使われているが、実際にはハイパーメディアと呼んだ方が適切な場合も多い。ハイパーテキストの前兆は様々な種類のリファレンスで使われる単純なテクニックに見られる。用語に添えられた小さな文字でその用語についての記事や項目を示すものである。用語の前に指差しの液号がこのように、または矢印がこのように来ることもある。 そのような手動のクロスリファレンスの他にも文書に注釈を組み込む様々な実験的手法があった。その最も有名な例はタルムードである。ハイパーテキストの革新は情報をオーバーロード問題の扱いである。以下に述べる人物は皆情報の中に人間性がうずもれてしまっているという認識を強く持っていた。 意思決定者は誤った判断を繰り返し、科学者たちは研究を重複させることがあまりにも多い。メンデルの研究の再発見がその例である。20世紀の初め、先見の民のある二人の人物が、クロスリーファレンスの問題に挑み、労働集約的な力任せの方法に基づく提案をした。ポール・オトレは、すべての文書はインデックスカードに記録された。 固有の国に分解できるはずだというモネグラフック、プリンシプルに基づくハイパーテキストの元とも言えるコンセプトを提案した。1930年代、H.G. ウェルズは書籍という線形な方には収まらない情報を蓄積する世界の頭脳の創設を提案した。しかしながら、費用の理由からどちらの提案も成功することはなかった。したがって、 ハイパーテキストの真の歴史が始まったのは1945年ということになる。この年、バネバー・ブッシュがザ・アトランティック・マンスリー氏にアズ・ウィーメイ・シンクという論文を書き、彼がメメックスと呼んだ未来のデバイスについて述べた。メメックスは機械的な机でマイクロフィルムの拡張可能なアーカイブと接続されており、図書館から本や書き物などの どんな種類の文書でも表示することができ、さらにあるページから参照されているページへと参照を辿っていくことができる。彼の言う、全く新しい形の百科事典、ホルリー・ニューフォームズ・オブ・エンサイクロペディアは、今日のコンピュータ、インターネットを予見したものだと言える。ほとんどの専門家はメメックスを、 真のハイパーテキストシステムだとは考えていない。しかし、ハイパーテキストの歴史はメメックスから始まった。なぜなら、アズウィ、メイシンクは一般にハイパーテキストの発明者と称される二人のアメリカ人に直接の影響と着想を与えたからである。それは、テッド・ネルソンとダグラス・エンゲルバートである。ネルソンは、 ハイパーテキストとハイパーメディアという語を1965年に作り、ブラウン大学のアンドレス、バンダムの指導のもとで1968年にハイパーテキスト、エディティングシステムを開発した。エンゲルバートは1962年にスタンフォード研究所で NLS システムの開発を始めた。しかし、資金や人材、設備の確保の遅れのため、 その核となる機能が完成したのは1968年のことだった。その年、エンゲルバートはハイパーテキストインターフェースのデモを講習の前で初めて行った。このデモは、その革新性からザ・マザー・オブ・オール・デモズと呼ばれる。NLSA の財政的支援が鈍った1974年以降、 ハイパーテキスト研究の進歩はほとんど停止した。この期間、カーネギー・メロン大学でザグが人工知能の研究プロジェクトとしてアレン・ニューウェルの指導のもと開始した。プロジェクトの参加者たちがそれをハイパーテキストシステムであると気づいたのはかなり後になってからであった。ザグは1980年に CVN-70 に配備され、後にナレッジマネジメントシステムとして商業化された。1977年には、初のハイパーメディアアプリケーションである、アスペンムービーマップが登場した。1980年代の初め、多くの実験的なハイパーテキスト及びハイパーメディアプログラムが現れ、それらの機能や概念の多くは後に、ウェブに取り込まれた。ガイドは、 パーソナルコンピュータ用の初のハイパーテキストシステムであった。もともとはユニックス向けに開発され、後に MS DOS に移植された。1987年8月、アップルコンピューターはボストンでも用されたマクワールドコンファレンスエキスポで同社のマッキントッシュ用に開発されたハイパーカードを披露した。ハイパーカードはすぐにヒットし、 ハイパーテキストの概念を公衆に広めるのに一役、買った。またこの年には、初めてのハイパーテキストに特化した、学術会議が、ノースカロライナ州、チャペルヒルで開催された。その間、ネルソンは20年間以上にわたって、彼のザナルシステムについて働き続け、それを擁護していた。ハイパーカードの商業的な成功を受け、オートデスク社は、 彼の革新的なアイデアに投資することを決断した。プロジェクトはオートデスク社で4年間続いたが製品が発売されることはなかった。1980年ティム・バーナーズリーはインクワイヤーを開発した。インクワイヤーは初期のハイパーテキストデータベースシステムで幾分かウィキに似たものだった。1980年代の終わり、当時セルンに所属していたバーナーズリーは 世界中に分散する別々の大学や研究所で働いている研究者たちが自動的に情報を共有するという要求に対してワールドワイドウェブを開発した。1993年の初め、イリノイ大学の NCS 社がモザイクの最初のバージョンをリリースした。それ以前のウェブブラウザはネクストステップ上でしか動作しないものと最小のユーザビリティしか持たないものの2つしかなかった。 モザイクは研究者たちの間で人気のある X ウィンドウシステム上で動作し、ウィンドウベースの対話性を備えていた。モザイクはハイパーリンクをテキストだけでなく画像からも貼ることができ、ゴファーなどの他のプロトコルも内蔵していた。ウェブトラフィックは爆発的に増加し、1993年には500のウェブサーバーしか知られていなかったのが、 PC とマッキントッシュ用のブラウザがリリースされた後の1994年には1万以上にまでなった。ワールドワイドウェブはそれ以前のハイパーテキストシステムをかすませるほどの成功を収めたが、それらのシステムが持っていた多くの機能を書いている。例えば、片付きリンク、トランスクルージョン、ソーストラッキングなどである。前述したもの以外にも取り上げる価値のある。 ハイパーテキスト実装がいくつかある。ハイパーテキストに関する学術会議の有名なものとして毎年開催されている悪夢コンファレンスオンハイパーテキストハイパーメディアがある。また、ハイパーテキストに限ったものではないが、E は 3C2 がホストする一連のカンファレンスでは、ハイパーテキストに関連する多くの発表がある。ありがとうございます。